ネブラスカ二つの心をつなぐ旅は2013年のアメリカ合衆国のコメディドラマ映画。出演はブルース・ダーンとウィルフォーテ、監督はアレクサンダー・ペインが務めた。第66回カンヌ国際映画祭ではコンペティション部門でパルムドールを争い、ブルース・ダーンが男優賞を獲得した。日本での公開は2014年2月28日。 認知キな通知文を信じ込み、当たっていない賞金を手に入れるために不死が、モンタナ州から、ネブラスカ州林間を目指す。その道中に立ち寄った父の故郷で、昔の共同経営者だった父の友人や親戚、知人と出会う。カッコ内は日本語吹き替え声優、アバウト・シュミットの制作中、アレクサンダー・ペインは、ボブ・ネルソンの脚本を、プロデューサーのアルバート・バーガーとロン・イ・エルザから渡され、 監督に推薦された。彼は自分が監督することを希望したが、当時プリプロダクション中であった、サイドウェイから日本連続でロードムービーを撮ることには難色を示し、ファミリーツリーが完了するまで保留となった。本作は、脚本執筆プロセスにペインが関与しなかった初めての作品であり、撮影開始前に少々手直しするだけに止まった。最初に脚本を読んだ後、 ペインは、恒例の父親のウディグラント役には、ブルース・ダーンを考えた。キャスティングが始まった際にペインは50人以上の俳優と会った。これは、パラマウント映画側が、ジーン・ハックマン、ロバート・デニーロ、ロバート・デューバル、ジャック・ニコルソン、ロバート・フォスターといった大物スターを望んでいたからで、ある。ハックマンが引退したために面会が失敗に終わると、ペインは当初の構想に戻って、 ダーンをキャスティングした。第66回カンヌ国際映画祭でのキャストと監督。息子のデビッド・グラント役も同様に著名なハリウッドの俳優が希望された。ブライアン・クランストンはこの役のために脚本を読んだが、ペインは彼には合わないと考えた。他に、ポール・ラッド、ケイシー・アフレックなどが候補に上がり、さらにマシューモ・モディーンも自分が候補であることを話した。 知名度の高い俳優になると噂されていたにも、かかわらず、最終的にウィル・フォーテがペインによって選ばれた。本作は白黒で撮影された。ペインは象徴的、典型的な外観を生み出すために白黒で撮影することに決めた。白黒での撮影は配給のパラマウント・バンテージの要望とは反するものであった。撮影はアリアレクサデジタルカメラとパナビジョン。 C シリーズアナモルフィックレンズを使って行われた。撮影は2011年にネブラスカ州で始まった。その後モンタナ州ビリングス、ワイオミング州、バッファロー、サウセダコタ州ラピットシティに移り、35日後に完了した。映画音楽はティンハットのメンバーであるマーク・オートンが作曲した。スコアにはまた2005年に再結成した他の ティンハットの3人のオリジナルメンバーが演奏したものが含まれている。サウンドトラック版は2013年11月19日にミランレコーズより発売される。2014年8月10日にパラマウント映画参加のテレビ局エピックスで本作がカラー化されて放送されることになった。しかし、監督のアレクサンダー・ペインや制作を担当したロン、イエルザ。 アルバート・バーガーらは本作のカラー化を事前に知らされていなかった。ベインらはカラー化された本作が放送されないことを望むと述べている。ロッテントマトズでは210件の批評価レビューで支持率は91%平均点は8、10となった。メタクレティックでは45件のレビューで過重平均値は86、100となっている。ありがとうございます。